トゥムクマケ山脈国立公園とは、ブラジル北部のアマパー州とパラー州にあり、アマゾン熱帯雨林の中に位置する国立公園である。トゥムクマケ山脈北部は、フランス領ギアナ及びスリナム共和国と国境を接している。世界自然保護基金との協力を経て2002年に設立が発表され、その後翌年に設定されたアマパー生物多様性回廊の一部となった。 公園内の保全エリアは、アマゾン地域保護区プログラムによりサポートされている。熱帯雨林における、国立公園としては、世界最大の38,874平方キロメートルの総面積であり、日本の九州よりも広い。隣接する仏寮ギアナの国立公園であるギアナ、アマゾニアン公園も含めると、およそ5 9 0 0 0平方キロメートルにまで及ぶ。 この合計面積は、ブラジルとベネズエラの国境地域にあるパリマ、デーパレープコ国立公園、セラニアデラニブリナ国立公園、ピコダニブリナ国立公園の合計7万3000、平方キロメートルよりは小さくなるが、トゥムクマケ山脈国立公園とギアナアマゾニアン、公園に、グラオパラ環境保護区やメイクル、生物学的保護区など、パラーシュ北部にある多数の隣接した。 保護区を合わせると、こちらの方が大きくなる。この重要性は、これらの合計した地域が、熱帯雨林の世界最大の生物学的回廊をかつ、世界で最も保護されているギアナコーチを構成するという点である。高い生物学的価値を有する無人のギアナコーチは、そこに生息する、主に、魚類や水鳥といった動物のほとんどが他では、見られない珍しい地域でもある。 ジャガーやサルメ、水性メオ亀、ギワシなどの生息地となっている。公園の気候は、生物群計からアマゾンへ移行する北、ブラジルではよく見られる熱帯モンスーン気候である。年間平均気温は、摂氏25度、年間走行水量は2000ミリから3250ミリで、ある。ありがとうございます。